日本歯科心理学会ホワイトニングコーディネーターとは、日本歯科心理学会が認定する歯科衛生士の専門資格である。2013年3月末、現在、4791名が資格を取得している。ホワイトニングの正しい情報の普及と多くの人に、ホワイトニングの喜びを享受してもらうため適切なアドバイスのできる人材養成を目的とする。 2006年に発足した認定講習会を受講後に認定試験を受け、この試験に合格すると、ホワイトニングコーディネーターの登録が可能となる。さらに、日本歯科心理学会にホワイトニングコーディネーターの登録を完了すると、ホワイトニングコーディネーターの資格が得られる。本資格は3年間の更新制であり、学術大会等への出席が必要となる。 ニュースレターボリューム27日本歯科心理学会2014年2月1日閲覧 ABC 田島直子白い歯と美しい口元をプロデュースしようホワイトニングコーディネーターってドスタイル第2巻第2号デンタルダイヤモンド社2008年2月 32から33ページ、一瞬1881から3437、医学中央雑誌二0億809万4609。日本、歯科心理学会ホワイトニングコーディネーター制度規則。日本歯科心理学会。2014年2月1日閲覧。ABC、日本歯科審美学会ホワイトニングコーディネーター制度規則日本歯科審美学会2 0 1 4年2月1日閲覧 a b c 日本歯科審美学会ホワイトニングコーディネーター制度試行再速。 日本歯科心理学会2014年2月1日閲覧ありがとうございます。